ミスターサンシャイン、キムテリ&イビョンホン、甘い海辺デートを満喫。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコールテレビ N、ミスターサンシャイン、放送画面キャプチャーキムテリとイビョンホンが、甘い海辺デートを楽しんだ。韓国では昨日、18日、テレビ N、ミスターサンシャインでは、エシン、キムテリ、という、ジン、イビョンホンが一緒に海を見に行って、甘いデートを楽しむ姿が放送された。エシンはアメリカでの生活を知りたがり、ユジンはアメリカに行って大変だった過去を思い出した。彼女は、アジア人の少年に優しい国ではなかった。土地も大きくて建物も大きくて、人も大きくて怖くて、ヨセフの後ろばかりついていった。あの宣教師じゃなかったら、僕もすでに死んでいたと思う、と話した。これを受け、エシンは自分が持っていた宣教師の初心を返した。彼女は、おそらく、私が虚しい希望を抱くようになったみたい。私は自分の人生で、初めてこんなに遠くまで来てみた。次はもっと遠くまで行ってみたい。そんな次があるかもわからないという、虚しい希望、と付け加えた。